どうもナオチンです。さあ今日も夜回り3やっていきます。よろしくお願いします。船で出港しまして、知らない島にたどり着きました。こうやっていきます。事故防止用のライトが消えてる事例が多発しています。危険なので点灯させてください。ライトをつけていけと、何？あれか、人探しか。この子を探してる、そうだね。これがお母さんなんだろうね。男の子を探してるのか。あれ、あの水たまりはあの敵じゃないのか。ああだよね、多分。あ、出てくるよな。え、これあ、ブレーカーだ。あー、よかった。なるほど、これで電気をつけながら行けっていうミッションね。わかったよ。男の子の写真を拾った。おーし、この光のところだったら大丈夫でしょ。 OK、 光に当たるとあいつらダメだもんね。うわ、なんかいるぞ。あ、ここの鍵を反対側から探してくるってことだね。番号わかんない。よし、じゃあちょっとセーブして番号を探しに行こう。え、 4?あ、こういう風になんか木とかなんかにいろいろ書いてあるのか。4、あ、43だ、43ということは443かな。443、よし、正解。このブレーカーがあれはいいけど、ちょっと待て、やばい、やばい、やばい、いける、よし、あー、オッケー。おお、またいた。ついてこいって言ってんのかな。分かったよ、そっち側行く。丸められた紙、何？真っ黒い家だ。何だ、うわ、首つってる幽霊がいる。ほう、違う。ああ、こういうことか、こういうことか。おし、母親幽霊はいいやつだ。息子を探してほしいんだね。あぶない、うわあ、もう。よし、さっきのとこまで来た。いや、これどうしようもない。よし、いける、ナイス、よし、いける、ついていけばいいんだな。 OK、 やっつけて、ナイス。まだいる？いた、頼む。よし、こういう感じね。まだいる、頼む。よし、終わり？そろそろ、よし、オッケー、抜けた。いた、泣いてる男の子がいる。
後ろの背景がなんかボスっぽいんだよな。わーお、どうすりゃいいのね。逃げるだけ。あ、お前だったのか、光をするの。まだあるよな。結構この道長かったから。無理じゃない、無理じゃない。無理じゃないか。え、一回さ、戻らないといけない。チャンス。いけるか。あ、いけそう、いけそう、いけそう。光らせとけば OK だったのか。言っといてくれ。よし、今のはもうなんか初見殺しだ。分からん、やばい。よし、はい、また橋。うっそ、追いかけてくるじゃん。いける。危ない、ギリギリ。あれは元に戻れないわ。おい、来たぞ。分かってる。よし、ギリギリやね。よし、いけ。おーし、抜けた。まだか。無理だ、ここ無理だ。おお、よかった。ここが最後でしょう。おーおーおお、大丈夫、お前消えて大丈夫。なんかもらった。え、通れないよ。光を当ててやれば倒せるってやつ。で、この岩も崩れてくれるかい。あー、やった。思い出だ、やっとあった。はい、ということで、今回もなんとかクリアしました。では次もやっていきます。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。